ユニットの底面には6つのゴム足があります他のシステムコンポーネントにアクセスするには、まずゴム足を外す必要がありますゴム足を取り外すには、まずユニットから外部バッテリーホルダーや他のコネクタをすべて取り外します バックパックアクセサリーを使用している場合は、リリースタブを押して、バックパックアクセサリーからユニットをスライドさせて外します先の尖ったヘラなどの工具を使用して、シャーシ底面にあるネジ穴からゴム足を一つずつ取り出しますゴム足を取り付けるには、各足の粘着面をユニット底面のネジ穴に差し込みます